ニューヨークに行って帰ってきたぐらいで、その時がアメリカのアーティストのなんていうのかな、ブルックリンのウェアハウスとかなんていうかスタジオをいろいろ見てて、ああいう広いところで作品作りたいなって思ったから、そのタイミングでちょうどここ見て、ああここすごいブルックリンとかみたいだなと思って、でお金なかったけど小さい部屋から借りてこうと思って借りました。スケボーをただ単に切り始めて何か作り出したのはどんぐらいなんだろう、13年ぐらい前に始めたんだけど、 This is independent. 途中から、まあ、やっぱり作品が、作品っていうか、まあそのアクセサリーっていうかペンダントとかそういうのがすごい売れなくって、でもどうにかやっぱ売らなきゃいけないから、そのためにこうディスプレイとしてなんかスカルプチャーとかなんかポップっていうかそういうのを作り出したら、そっちの方が面白いって言われるようになったから、じゃあまあそういう方を作った方がみんな喜んでくれるんだったらそういうの作ろうって思って始めたのがいつぐらいなんだろうな、でもそれが10年ぐらい前なのかな、だいたいそんぐらいですかね。いつもそのスケボーを彫刻する前に一回あの粘土で彫刻してそれから作ります、まあ、今回アウアウハワイに行くことになって、なんかどんなスカルプチャー作ろうかなと思って、でなんか手を作ることがすごい多いから釈迦ハンド作ろうかなと思って、でもただの釈迦作っても面白くないからって考えた時に、シェイクハンドになってる釈迦だったら面白いかなと思って、それでこういう風にしてみました。なんだろう、もちろんすごいハッピーだし、いろんな人とシェアして、なんだろうな、いろんな世界中いろんなとこ行けるのはやっぱり嬉しいけど、まあ、なんかだんだんこうスケボーできなくなっちゃったなって思うようになって、もう何年もなんかなんていうのかな、スケボーをするっていうよりは切るみたいになっちゃってて、ちょっと最近やっぱ年を取るとなんていうのかな、45歳とか50歳になったら多分もう今までみたいにスケートはできないし、今のうちにもうちょっとちゃんとスケボーをやり直したいなと思って、ちょっと質問とは違うかもしれないけど、スケボーをもう一回ちゃんと今やりたいなと思ってる、はい、you